沖縄切手沖縄切手は、アメリカ軍統治下の沖縄で使用された切手。琉球切手とも呼ぶが、口述するように、沖縄切手と琉球切手を別の意味で使うこともある。日本郵政公社が使用する琉球切手という語は、抗議の意味を持つ。一部の例外を除き、沖縄切手は、日本の大倉省印刷局が印刷していた。 沖縄返還後の1972年6月3日をもって効力が停止されており、切手趣味の分野では、デッドカントリーに区分される。1945年のアメリカ軍の沖縄占領から1972年5月14日の本土復帰前日までに琉球で発行された切手を指す。琉球郵便という文字が入っている。百四十五年のアメリカ軍占領から、 1953年6月までにアメリカ軍統治下の沖縄で発行された切手。1953年7月1日から1972年5月14日まで琉球政府の郵政局が発行した切手。初期のものは B 円立てで後期のものはドル立ての金額表示がある。1972年6月3日限りで使用が禁止された。 それ以降の手持ち切手は6月30日までは、県内全郵便局、8月31日まで、那覇、沖縄宮古、八重山の各郵便局で日本切手と交換された。全世界の切手収集家に広く使われている、スコットカタログでは、沖縄切手をアメリカ切手の一部として掲載している。沖縄戦終結後の沖縄県は、鹿児島県所属であった天み群島などを加え、 四つの地区に分割統治された。この時、戦前の切手の在庫に、各軍党の民政府通信部長の死因や経因を押したものが使われた。藩を押したのは、一般人が持っていた在庫の切手と区別するためである。末期には日本からわざわざ新品の切手を取り寄せ、これに印を押したものもある。このため種類は非常に多いが、現存するものは少ない。 久米島においては、郵便局長が、米軍の許可を得て当社版などで独自に印刷した切手がある。1948年7月1日から、独自デザインと、琉球郵便表示による切手が発行されるようになった。1951年に4つの軍統政府をまとめて、琉球臨時政府を置くと、郵便事業をまとめる琉球郵政庁を設立。 1952年4月1日に琉球政府が成立すると郵便は琉球政府の管轄となりその後は琉球郵便の文字の入った琉球切手が発行された琉球切手は沖縄独自の文化を反映したデザインであることから年が経つにつれて人気が高まり外貨獲得にも大きな役割を果たしたしかし 沖縄県の復帰に伴い1972年6月3日で使用が停止された。この時までに発行された沖縄切手は改定版を含む259種に上る。1971年から1973年にかけて復帰により今後発行されなくなると本土の一部業者が煽り、登記目的で新規発行される切手を求めて、 大行列ができるなど社会減少化した。ついには郵便局の前に本土からの買い付け業者が群がり、成果の3倍もの値段で買い取っていったケースもあった。こうして集められた切手は本土の百貨店等で販売され、実態とかけ離れた高額な値段で取引された。例えば1958年のシュレーモン復元記念切手は額面200円だが10枚。 シート1万円帳の売価をつけ、切手て陶器業者の手で販売されていた。前世紀には陶器を煽る本なども多数、出版されるなどしたが、1973年5月頃から大暴落し、大きな損失を抱える者が続出した。それらの中には、お年玉を使い果たした小学生などもおり、社会問題となった。なお、一時は、成果とかけ離れたこれらの切手は、 現在、正常な評価額に戻っているが、一方で、当時の使用実態がよくわかる使用済み切手の人気が高まっていることから、その一部に、消し印の偽造等が発見されている。沖縄最初の五千切手手礼門復元記念切手、主な執筆者の五十音順。ありがとうございます。